カハブ語はオーストロネシア語族台湾諸語に属する言語である。漢字で交付語と表記される。台湾のカハブ族の言語である。台湾の台中市と南投げ県で話されている。現在は和社が減少しており、有志が過去の記録と資料を掘り起こし、恒例の和社を訪ね、取材し、カハブ語を学習し、現在若い世代で話せる和社も何名かいる。カハブ族は、 台湾政府になかなか原住民族として認定されていないので政府から母語や文化の復興等に関する予算や制度などの援助は受けていないが近年は南投げ県ホリチンなどで民族、語族を問わず有志が協力し祭りや食婦、食文化などと共に言語の復興運動も行われ辞典も絵本も出版された2018年に カハブ語と台湾カゴの両語で読ませ、アザムについて、絵本、アザムパサケン、リア、ネン、イタル両、が出版された。ホリチンにある、小学校、タダタカ国民小学と中峰国民小学の母語講座や中学校ホリ国民中学の部活でも、カハブ語の授業が行われている。六進法で数える。一イダ、または、アダングに、ズサさん、ツユヨン、サプット語、 ゼイセップ、または、リーマ6、ゼイスブーザ7、ゼイスピデュースサ8、ゼイスビッチ U9、ザゼビスーパット10、イスットイジーは1区、一周役意味、挨拶、お元気ですか。パカターック、バカダは役意味、ありがとう。ご迷惑をかけて。ヤクカキャキサブ、エソー、ヤクカカハブアサウ意味、私は、カハブジンです。モセチャイイジーは、マウサイ、チアイシュウ意味、 どこに行きますか高に寒い、高に住まい意味、食事しよう。大理ゲイリア、ティレケトリア意味、ごちそうさまでした。アキシー A、ランガットイジはアハイアランガットイシュー意味、お名前はヤクカケイ、ヤクカクナイイミ、私は、くないです。パコネコ、バキナカウ意味イミ、行ってらっしゃい。ウッドセ、ウッドセ意味頑張れ。ホリコーフ族発表続語分類辞典。 https://www.youtube.com コロンススララッッシシュュスラッシュウォッチ、v= ザルベテベフクブスク2020年6月21日、閲 <if> 覧。交付分類時点発表会福ぶりリ定費2015年11月30日、タイトブ原始新聞、https://www.youtube.com コロンススララッッシシュュスラッシュウォッチ。 V イコールナルピージジグ4 2020年6月21日閲覧パーラリフ交付属発表続語辞典、世界第一本交付属発表続語辞典。大保利法専用、用心在地観点2020年6月21日閲覧自由時報電子法交付属語辞典出版ローマピーン,ン地法自由時報電子法自由電子法 2020年6月21日へ閲覧。ありがとうございます。